とがね、はい。これあのテンパなんですかね。あの僕はキャラ見た時にあのこう前ヒロシって言わないみんな。わかんない。まあ、あれよりはかっこいいよね。あれよりかっこいいですね。僕はあの残念ながら監督に何もこう指導を受けてない。え、そうなんですか。こういう風なキャラクターとかなんとか一言も。ちょっと寂しいですよね。ちょっと羨ましいなと思いながら。嫌われてくださいとなんか言ってほしいですよね。なんかね。なんか言ってほしいですけどね。バックボーンは結構解説しましたけどね。ちょっと言ってました。待ってください。言われてるんじゃないですか。今木村さんのコメントがなければ。まあ、そのお芝居上のことは、はい、そうですね。残念ながら。まあまあで、まあ第2期からですからね。なかなかちょっと謎の多いところも。うん、しかも現在もなんかかなり企んでる感はあるんですけど、その企みはまだほんの一端しか出てなくて、5話までの時点でもねちょっとなんかありそうですけど、5話は一体何のために目とか口の周りに赤い丸をつけていたのかがまだわからない。わからないですね。怪しい終わり方してますよね。